本日はスカイピースの裏方スタッフが6人脱退した件について、実は円満退社ではなく給料の未払いが原因だったことを元スタッフが暴露したので、そちらについて紹介します。7月12日にスカイピースは自身の X にて、ご報告、この度たくま、ココちゃん、コンくん、キーちゃん、もち、セナがスカイチームから卒業いたします。それぞれが新たな道へ歩むことを決断した結果になります。長きにわたってスカイピースの活動を支えてくれたチームメンバーには感謝しています。ファンの皆様へ急なご報告になってしまい申し訳ございません。今後は今いるスカイメンバーとみんなが笑ってくれるような活動を心がけていきます。今後ともスカイピース、スカイチームを応援していただけたら幸いですと、チームのメンバー6人が卒業したことを報告しました。この投稿に続いて、卒業した6人のメンバーも自身の X で報告しました。たくまは自身の X にて、突然の報告になりますが、7月8日付でスカイチームを卒業しました。急な報告になってしまい申し訳ありません。今後は自分を大切にしつつ、フリーの動画編集者として活動していく予定です。振り返ると楽しい思い出ばかりで、この仕事を誘ってもらえてチームとして一緒に働けてたこと、心から感謝してます。スカイチームたくまとして応援してくださった方、本当に今までありがとうございました。これからも SNS で投稿することもあると思いますので、よかったら見ていただけると幸いです。改めて約7年間お世話になりましたと投稿。ココちゃんは自身の X にて、この度私は6月30日付でスカイピースの運営する会社を退職し、スカイチームではなくフリーランスとしてお仕事をしていく運びとなりました。これからは自分の人生や自分が大切にしたいものを守れるように、失わぬように、仕事もプライベートも頑張っていきたいと思っています。今後は映像編集を中心にデザインや制作などいろいろやっていけたらと思っています。また改めてお知らせしようと思いますが、お仕事のご依頼等ありましたらお気軽にご連絡ください。そしてオールカジュールについては、ブランドの立ち上げに携わらせていただき、本当にたくさんの方にご尽力いただきました。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。何度でも言いますが、オールカジュールは私のブランドではなくスカイピースのブランドです。進行のお手伝いをさせていただいていたのは紛れもない事実ですが、ブランドを立ち上げようと企画したのはもちろんお二人ですし、毎回出る新作も二人のこれ作りたいという考えが最初にあって、私はそれを実現できるようひたむきに頑張ってきただけです。現状今年の AW には私も携わっており、その後どのような形での関わりとなるのかまだ明確になっておりませんが、ひとまず区切りとして皆様にお礼申し上げます。ブランド自体は今後私がいなくともこのまま続いていくと思いますので、ファンの皆様はご安心くださいね。長くなりましたが、オーディションでチームに加入してから今までスカイチームとして応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。最初は自分を受け入れてもらえるか不安ばっかりでしたが、温かく迎えてくださったファンの皆様には本当に感謝しています。違う形にはなってしまいますが、もし私自身を応援してくれる方がいるのであれば嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。と投稿。コンくんは自身の X にて、ご報告、突然のご報告になりますが、6月30日にスカイチームを卒業しました。ご報告が遅くなり申し訳ございません。ここで過ごした3年間はとても濃い3年間で、今思うとあっという間でした。スカイチームを応援していただいた皆さん、本当にありがとうございました。これからはフリーの編集者として名古屋に帰ったり東京に来たりとのんびりやっていこうと考えています。そして SNS はこのまま続けていこうと考えてますので、これからも見ていただけたら嬉しいです。改めて3年間本当にありがとうございました。お世話になりましたと投稿。キーちゃんは自身の X にて、突然のご報告となりますが、この度私は6月30日付でスカイピースが運営する会社を退職し、スカイチームを離れフリーの動画編集者として活動することになりました。ジンダハウスの編集者時代から応援してくださっている皆様、そしてスカイチームとして応援してくださっていた皆様、本当にありがとうございます。正直正社員を辞めてフリーランスになることには不安もありましたが、これからはその不安を拭うべく仕事にもプライベートにもひたむきに取り組んでいきます。もし少しでもお力になれることがありましたら、ぜひお声掛けください。今後ともどうぞよろしくお願いいたしますと投稿。もちは自身の X にて、スカイチームを辞めました。2年間ありがとうございましたと投稿。セナは自身の X にて、突然ではございますが、この度6月30日付でスカイピースが運営する会社を退職する運びとなりました。それに伴いスカイチームも卒業となります。短い間でしたが、スカイチームのセナとして応援してくださった皆さん、ありがとうございましたと投稿。しかし
セナこと後藤セナはスカイピースへの嫌味な投稿で炎上しているようです。セナは自身の X にて、これからもよろしくね、また飲み行ってゲームしようぜ、こんな笑顔なの初めて見たわ、出会えて幸せですと卒業を発表したスタッフと共に飲みに行った様子を投稿。そこには退職を祝うケーキの写真も添えられていました。この投稿に対してリナミは、俺もこの日行きたかったと返信。この返信に対してセナは、僕らはまたすぐ集まるっしょと返信しました。しかし現在この投稿は削除されています。そしてスカイピースはサブチャンネルにて今回のスタッフの退社について動画を投稿しました。7月13日の YouTube にて、スカイメンバーが卒業した件についてお騒がせしてしまってごめんなさい。スカイメンバーがたくさん辞めるっていう状況にもかかわらず、X のポスト1個で済ませてしまってみんなを混乱させてしまったりとか驚かせてしまったりして、スカイメンバーが卒業するっていうのに言葉足らずすぎたかなと思うので、改めて動画を撮らせてもらってます。スカイチームの卒業理由といたしましては、みんなをうまくまとめられませんでした。他にもそれぞれやりたいことがあったりとか、プライベートもあったりとかっていうので、いろんな環境が重なって卒業となりました。全員個性がすごい強いです。だからこそ面白い動画が撮れたんですけども、でも個性が多ければ多いほどぶつかることもありますし、一人一人事情がありまして卒業したっていうのが現状ですと、スタッフの卒業の理由は自分たちがうまくまとめられなかったということだそうです。しかしスカイピースの元編集スタッフのりなみが自身の X にて、今回のスタッフ6人卒業の本当の理由を暴露しました。7月14日にりなみは自身の X にて、こういう文章を書くのは初めてなので読みにくかったら申し訳ないです。すでに退職した自分が言うのはおかしな話かもしれませんが、伝えられる範囲で伝えさせてもらえばと思います。最初に、昨日平和島に上がった動画は、本来弁護士を通して自分を含めた退職した方々に確認を行うという約束でしたが、その約束を破棄して投稿されたものです。投稿されてすぐに2人には連絡をしましたが、X でのポストはあれど、現在も返信は返ってきておりません。そのため昨日の動画内で伝えていた、まとめられませんでした。はこちら側としては意味が違うと考えています。今回の問題は、残業代の未払いが発覚したにもかかわらず、向こうが素直にその支払いに応じなかったことから起こりました。その中で心ない発言がされることもありました。言いたいことはいろいろありますが、まとめられなかったということは違うため、また弁護士を通して確認を行うという約束を破られたため、このような投稿をしております。僕にも未払いがあったので、第三者ではなく当事者です。またこちらの文章は、こちらの弁護士にも確認していただいております。これ以上はしんどいので、ちょっとお答えするのが難しいです。ごめんなさい。と、スタッフの本当の卒業理由は、スカイピースの給料未払いだったようです。いかがでしたか？本日は、スカイピースのスタッフが卒業した本当の理由が給料の未払いだった件について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。